中村愛のうまコラボ。どうも中村愛です。ブシュー。 G1 はちょっと一休み。今週はオークスのトライアル G2 フローラステークスです。早速私中村愛の注目馬発表します。こちら、ドゥドゥン、2番シャドウディーバ。なぜこの馬なのか、理由はこちらです。ダン、堅実。そうなんです、私中村愛は硬い馬が大好きなんです。このシャドウディーバはデビューから5戦して2着2着1着3着4着と好走なんですね。で、唯一4着以下だったダンのは前走のフラワーカップだったんです。これは初めての中山コース、そして初めての距離っていうのがあったんじゃないかなと思っております。で、フラワーカップのレース直後、コンビを組んだ岩田騎手、こんな風に話しております。直線は足を使ったが前が止まらなかった、中山戦8は忙しかったと。ここまで範囲がはっきりしていれば東京に戻ってからはより構想が期待できるんじゃないかなと思っております。ということで、今回はオークスの切符をぜひ手に入れたいと思っている2番シャドウディーバに注目です。馬と未来とのコンテンツ、馬コラボ。高い的中率を誇るコラボ指数は指数上位6位以内の組み合わせが合言葉です。先週行われた72レースのうち、じゃーん、コラボ指数上位6位以内の組み合わせだったのはちょうど半分の36レースでした。その中でも、なん、土曜日に行われた阪神4レースでは8番人気、3番人気、5番人気で決着したレースを見事的中。逃げ切ったレッドアウローラの構想を見事に見抜き、3連単の払い戻しは10万円超えです。おめでとうございます。今週の馬コラボではフローラステークスの指数をブログ内で無料公開。また馬コラボは馬と未来とへリニューアルして、コラボ指数以外にも気になるコンテンツがいっぱい。ぜひ馬コラボ、そして馬と未来とで検索してみてください。以上、中村愛の馬コラボでした。